市議会議員の草島慎一です今日から緑のチャンネルということで始めたいと思います私は今市議会議員5期目17年目の議員をしておりますこの間4年間一期4年間だけ山形県議会も務めさせていただきました今の政治に思うことを また、えー、この簡単に発生した能登半島地震のこと、えー、今の政府のことなどをぶっちゃけ皆さんにお伝えをしたいというふうに思います。まず、今の政府についてですが、この年末に発生して、今もごたごたになっている、この裏金とかね、政治資金の問題。 金と政治っていう問題ですけどまあ今どきまあスクープでこういうことが発覚してってもう昔からこれありましたよねいま <laughs> だにスクープでこういうの発見できるってどれだけこう分かち合えないというか情報が基本的に知らされない社会で私たちは コントロールされてきたのかっていうその象徴みたいなことだと思います。それと基本的に今の政府の判断基準というのは金が判断基準になってる。それを象徴した事件なんじゃないでしょうか。金のために動く政治がまかり通ってる。それも既得権益を守るための政治がまかり通ってる。今時 金が判断基準の政治になっていて、私たちの国はどこに進もうとしているかわからない。目先の金で動いてます見せ。目先の金のために動いてますから、未来はどこに行っちゃうのか、さっぱりよくわかんないということになってると思います。私は今、この政治のあり方を根本から変えて、確実に持続可能と言える未来に、 その未来からバックキャスティングして、確実に持続可能な未来に向けて動いていく、そういう政治が必要だと考えています。でそういう政治を私も志していました。私の原点は、ダム反対運動からです。ここにいるのが、デイビッド・ブラワーっていう方なんですけど、 アメリカのあの巨大なアメリカで一日でダム反対運動を初めに展開をした方です。まあ、シュラカブラブの代表をやったり、その後アー,スラアースアイランドインスティテュートっていうのを立ち上げたりして、私も、えー、1998年にアメリカのバークレーでインターンをし、インターナショナルリバーズネットワークっていうところにインターンをし、 まあ世界のダム問題がどういうふうになってるのかというのをいろいろ知ることができました。まあ、このデビット・ブラワーさんがまさにその筆頭です。でまあアーサライナンド・インスティチュートは、まあ、このダム問題だけではなくて、まあ、生物多様性もそうだし再生可能エネルギー、脱原発これ全国世界中の地球の友っていう のを作った創設者がこのデビッド・ブラワーさんでもありますけれどもえ今もその世界各地でえ優秀な NGO がえ存在して脱原発もそうですし生物多様性のこともそうですしいろいろ動いてるわけですけれども私はかなりこの方には影響を受けましたそれと2001年にグローバル・グリーンズという えー、世界の緑の塔の集会がオーストラリアのキャンベラでありまして、えー、それも、えー、タスマニア出身のボブ・ブラウンというこの方も実はダム反対運動の先駆者なんですけれども、えー、その方が主催をしたグローバル・グリーンズに参加をして当時はワンガリ・マータイさんっていうですね、えーまあ、日本でも,もったいないっていうその標語を 発信されて、えーまあ、いろいろ話題になった方ですけれども、ワガリマタイさんも、えー、緑の党の方で、えー、そういうスピーチを受けたり、さまざ、あ、まな刺激をいただいた次第です。で、緑の党、えー、昨年の6月には韓国,韓国のインチョンで第5回目のグローバルグリーンズがありました。私もそれに参加をし えー、各地の国会議員の方々や、えーま、市議会議員だったりいろんな地方議員の方々のインタビューを取ったりまたいろんなセッションに参加をして意見交換をしました。緑の党の基本的な政策はまさに持続可能な社会サスナブルな社会サスナブルな未来のための政治です。あとはまさにその気候問題でいえば気候危機。 だったり、気候、正義であったり、あとは社会的公正です。ソーシャルジャスティス。まあ、これが基本的な政策になっていると思います。もちろん、脱原発でもあるということです。えー、今、緑の党のドイツは、えー、政権の与党にも入っていて、えー、レベデケさんという環境大臣は実は緑の党の方です。まあ、あの、 サミットをあの日本の,、えー、この会議にも参加をされてあの福島の汚染水を放出するという真っ向から反対をして、えーまあ、物議を醸し出したというかまあ、真っとうなことを、ねあのー、しっかりとおっしゃる環境大臣、まあ、あれは緑の党の大臣の方です今私が考えているのはまさに持続可能な社会 未俗可能な未来を作るという判断基準をベースにした政治が今こそこの日本にも必要だというふうに考えています。もう既得権威のための政治とか、聞こえを犯,す犯して、またこの元旦にも現、ね、地震があって、滋賀原発のリアルもなんかすごい。 怪しいところがあるんですが、あのそういうところもうき、もう日本は地震大国ですから、そんなところに原発があっちゃいけないんで、福島の原発、爆発して、16万人が避難して、まだ2万人以上の方が戻れないでいるわけですよね。で、あれから13年しか経ってないのに、 原発にさらにまた原発をやろうとしてる、まあ、こんな非常識はありえない話なんですよ。ドイツは、日本の原発事故をきっかけに、メルケル首相が、まあ、あの方は物理学者でもあって、原発推進の方だったんですけれども、こんなハイテクの日本でも原発中うのは制御できないんだ。 という認識のもとで、当時、倫理委員会というのをドイツで作って、その方々の発言をこそ尊重すべきだということで、国会議員みんなが賛成をし、えー、脱原発の法律を作り、2022年の末には原発、脱原発を果たすという法律を作って、これまで進んできました。 脱原発とともに、まさにエネルギーベンという、エネルギー革命という、まさにその再エネを増やして、で地域に雇用や経済を作るということを率先して行って、今、再エネ50%近いんじゃないでしょうか、ドイツは。で、原発を、ちょっとウクライナ戦争で、あのちょっと伸びましたけど、今年の 去年の2023年4月15日には原発ゼロにしました、今、ドイツは、ドイツの電力が原発使ってません。なんでドイツでこれができて、日本でできないんでしょうか。党の事故を起こして制御不能だった日本で、なんでさらに原発推進なんでしょうか。原発再稼働とか、また新たな原発作るとか。 まあ気候危機のことを考えても、原発というのは、ちっちゃい原発でも40年とかかかりますから、間に合わないんですよ。2030年までにって、2020、2024年、ねそれよりも早く作ることができる再エネ、まあ、これは太陽光パネルもそうだし、あと風力開発もそうです、まあこういったも。こういったものにこそ投資をしなければいけないし、今、世界中の GAFA をはじめ、大手企業は RE100% といって、再生可能エネルギー100%の電力を求めてます。原発の汚い電気なんで、誰も求めてません。誰も原発なんかに投資するなんて人はいません。政府がか、ね、支援してるからできるようなもんで、原発に投資なんていう企業はほとんどありません。 社用産業なんですそんなものにしがみついているから日本の経済は全く良くならないし再エネにもやってるふりしながら全然やってないですねドイツみたく焼きになってやればやれるものがやれてないんですやったふりしてるだけなんです、まあ、経済政策この再エネの政策エネルギー政策でたらめなのが今の日本政府です これやっぱり根本から転換をしなきゃいけないということだと思いますサステナブルな持続可能な社会を目指して私たちは政治を大きく転換しなければいけないそれが今だと思いますもう一つ、えー、今年の元旦に発生した能登半島地震、えー、私も、えー、鶴岡市民の 皆さんと協力をして鶴岡災害ボランティアネットワークという、えー、NPO の一員として1月12日にカンダラ鍋の炊き出しということで珠洲市の、えー、緑岡小学中学校320人の避難所で炊き出しをすることができました、まあ、改めまして、えー、ご協力いただいた、まあ、タロのご提供ですとかあと野菜の提供ですとかまたボランティアで一緒に行ってくださった皆さんですとか えー、本当、あの市民の皆さん、あとは鍋にねあの、たくさんのメッセージを書き込んでくださった皆さんとか、えー、鶴岡市民の皆さんの愛あってこその、えー、今回の炊き出しでしたけれども、まあ、本当に炊き出し、喜ばれました。おかげさまでありがとうございます。今日はあのら、えー、鶴岡のらのお祭りでで、したけれども、まあ、その場であの そのご支援にご協力いただいた皆さんと改めてお会いしてよかったねって言ったり、えー、してましたけれども本当にあの鈴はタラを食べる文化もあるところですし本当に喜ばれましたでもう正直本当に美味しいのができて、えー、皆さんに喜ばれましたこれできたのは、えー、オープンジャパンというですね NGO あってこそです オープンジャパンの木村徹君は私が阪神・淡路大震災の時神戸県木村という、えー、そのボランティアグループの私、副代表を3年間務めてましたけども、その時の当初からの炊き出し隊長でありました。で、今、四万十塾という、えー、カヌーの、えー、ツアーを企画している方ですが、<coughs> まあ、素晴らしい。 あの炊き出し隊長としての、えー、本当あのスキルを見せてくれて、えー、本当に私たち行ったごめんと本当助かりましたでそのおかげでですね、えー、9時から準備して12時の炊き出しの炊き出しとか12時のお食事の時に、えー、きちっと振る舞うこともできましたしまあそのハンドリングのなんかこう、えーまあ、プロって言ったらいいかもう、まあ、本当にそれに助けられたんですけれども えー、私たちの炊き出しは、ね、320名の避難所でしたが500人分作りましたでその後どこに持ってったかというと市役所の、えー、目の前の避難所お80名のところそして、えー、その後に珠洲市の社会福祉協議会の皆さんのところにも持ってきました社協の皆さん80人のスタッフ ほとんどすべての方が被災をされながらも支援活動をしているっていうことで、えー、これ持ってって大変喜ばれました。まあ、これからの視点として、この支援者、支援をしている方への支援というのも非常に大事だと思います。まあ、今回それができたのも非常に大きな成果だったと思います。それから、あのー、避難所の状況がですね、行って12日経っても、 ちょっとこれご覧に入れます。まあこれはあの炊き出しの風景で、まあこの市民の皆さんからいろんなメッセージを頂い,いたこの鍋にこの炊き出しを作って、えー、500人前、えー、提供したんですけど、まあ本当はあのー、大変喜ばれました。えー、はい、この絵から始まりますが、 まあここはあの、えー、浄水器がですねこの企業の方から提供されていて、なんとこれ裏にサボダムがあって、その排水の水を使って、これで浄水して、うん、水が確保されていました。これは大変良かったと思います。でもう一つこ、えー、このトレーラー型のトトレレーーラ型イがあって、えー、これに えー、これがありました。で、ここはあの水洗のトイレで、でなんとウォッシュレットもついていて、えー、あったかいということで、まあ、これは素晴らしいなと思いました。しかしながら、避難所の状況はこんな状況です、えー、こ,こはあの教室と体育館が避難所になっているということでしたけれども、えー、こんな状況に寝ている。 まあ、プライバシーも何もない。そして地べたにこれ段ボールビート敷いて、このビニールシート敷いて、それに布団を敷いてると。もうなんか体が痛くてっていう、当たり前ですよね。で、これ底冷えがします。こういうところに、こういうのを敷くと。やっぱこれ大変な状況だと思いました。12日でもこんな状況。まあ今日、 で、20日経ってますけど、きっとこの状況は変わってないと思います。で、こういう感じにあって、で、これ2時5分ですね。えー、布団を敷いてると。で、椅子はこういう椅子しかないと。で、体育館に、体育館の方はダンボルベッド並んでるかもしれませんよって言われて、体育館行ったんですけど、ダンボルベッド一つもないです。で、まあこういう感じで、えー、 <laughs> 布団に寝てる <laughs>。うん。まあ、ここはあの満杯じゃないから、まだいいようなものの、まあ、果たしてこれでねっていう感じなんですよね。うん。こんな感じです。でも、これ、シャワーなんかはあって、これはあの企業が提供されてすごく良かったし、保健師さんなんかも来て、一生懸命やってるのはあの分かりましたが、 もうこの避難所隣のところもこういう感じなんですよね。で、子供たちのスペースがあって、ここもあの地べたにいろんなものを敷いていろいろやってたんで、私はここたち、ここにですね、ダンボールベッドを持ってって、えー、組み立てました、えー。で、こうやって置きました、ねお。地べたに布団しかなかったスペースにこういうのが置かれて、 こういう感じで座れるのが大事なんですよね。こういう感じで。こ,これじゃなかなかくつろげないけど、こういう感じだとようやくくつろげるんですよね、子供たちも。すごく喜んでくださって、えー、こんな感じです。ね。で、まあ、この役所の隣も、このか鎌倉市からご提供された、えー、こういうトレーラーのトイレがあって、まあ、これも非常に良かったと思います。まあ、ここはあの暖房とかはあんまなくて。 オシュレットもないんですけども、まあ、これも良かったなというふうに思います。そうですね、あとは、ボランティアセンター、もうこういう感じで、あの、喜んでくれました。で、スタッフ用のベッドにもなっておりまして、えーまあ、鶴岡市のダンボールベッド、大活躍という感じです。で、あの、鶴岡でやれたのは、 元旦の日です、えー、と鶴岡も避難警報が発令されて、えー、住民の方、結局55名の方があの家に帰らず避難所で、えー、暮らすしかなかったということで、これ、段ボールベッドをみんなでやりましょうって働きかけましたら、職員の皆さん一緒、一緒に動いていただいて、一緒にこれ作りました。<laughs> こうやって運び込んで、こうやってみんなで作って、えー、並,べる並べることができました。 これが理想型ですよまあ初めあの実はこれ午前0時ぐらいだったのであの寝てる方もいらっしゃって「え今起こすの?」とか言われながらも「いや大丈夫だから」っつってあの、うん、一回起きていただいてダンボールベッドみんなで組み立ててえこうやって作ってえっとごめん作ってえはいこうやって作って。えーっ えー、並べる、並べるおこう、布団一回、引っぺして、並べてって。で、並んだのがこの絵なんですね。これ、で、お子さんもすごく、あこのいうなんで寝れるんだって、喜んでくれて、で、こういう感じなんですよ。で、避難所、こういう形にせめてしないといかんのです。で、これにするには、 ただ持ってってだけじゃなくて、ちゃんとこうやって、あち,ょち,ょごめんちゃんとこうやって、ちゃんとこうやって、組み立てないといけないです。一回敷いてある布団とか荷物を一回ポンと上げて、組み立ててあげて、並べないと、あ、こうやって寝れるんですよって、並べないといけないです。このパワー が今現地にになないいっていう,ふうに感じましただから手前までダンボールベッド行ってるんですけどうーんこれそういう発想とマンパワーちゃんと投入しないと絶対並ばないんですよこれやっぱしっかりとやってほしいなっていうふうに思いました私も行けるもんだったら行きたいんですけどできるだけその行政の皆さん 現地に入っている NGO の皆さん、ボランティアの皆さん、ボランティアはもうまだないけど、えー、ぜひ意識を持って、これぜひ取り組んでいただけないでしょうか。というのが私の願いです。で、こういう形にして、せめてちゃんとお休みになれるようにしていただきたい。それともう一つ言いたいのは、役所の皆さんにこの段ボールベッド、役所の皆さんも被災されている方がほとんどと聞いてますので、 その今、役所の中に地べたに布団を敷いて寝てる方も結構いらっしゃると思います。ちゃんと寝ていただきたいんですね。ちゃんとこういう段ボールベッドを使って休んでいただきたいんです。そうしないと休めません。し、体がどんどんボロボロになっていって、もう倒れる羽目になりますから、役所の皆さんにこそこういう段ボールベッドを使っていただいて、その快適さを認識した上で、 その住民の方にどんどん進めていただきたいんです。これは私からの強いお願いであります。まああの避難所の風景が今二十九年前私も阪神淡路大震災の時にえー、まあこういう避難所を訪れながら炊き出しとかいろいろやってましたけどもう一週間もするとね本当にあの精神的に きついですよ、うん、特に若い女性の方もいらっしゃるし、ねいたずら騒ぎもあったし、なんかもうプライバシーがなくて、精神的にやっぱり、あつんぱつになっていくっていう状況になっていく。それと、まさにエコノミクラス症候群の血栓もできやすい体制になったり、あとは生活不活性病という。 その寝たきりみたいな状況になっていったりするのでせめてダンボールベッドは早く入れていただきたいです。お願いします。であと、まあ、今回私たちは、えー、炊き出しをすることができました。うーんまあ被災地からの報告を,を聞く機会もありましたけれどもあったかいものを食べるっていうそういう文化はまだないんじゃないでしょうか。 えー、冷たいおにぎり、冷たいパン、なんかご飯もあんまり食べてないっていうお話もお伺いしました。まあ、自衛隊の方の炊き出しとかは結構今までの被災地でも、わ、ま、り、あ、と早めに入るようになってあ、いいなとは思ってるんですが、今回の珠洲市、えー、輪島、特に鈴洲市なんかでは、まだ自衛隊の炊き出しもまだこう、始まっていないようでしたし。 まあ小さいところ、大きいところ、いろいろありますけれども、できるだけそのあったかい食事を提供するっていう、そういう常識を作っていただきたいなっていうふうに思います。えー、はい。まあ、きょも NHK のテレビで TKB と、清潔なトイレ、えー、キッチン、これはあったかい食事。あとはその、TKB、ベッドですね。 まあイタリアの被災地、あと昨日実は報告会ありましたが、えー、トルコの被災地では、家庭用にテントがまず、家族のプライバシーを守るためのテントが支給されます。で、トルコはそこにストーブたけるようなことになってるって聞きましたし、イタリアもエアコン付きのテントだって聞いてます。で ベッドがそこに支給されて、それは当たり前のようにベッドがあります。当然、当然のことながらベッドです。で、あったかい食事はもう24時間に、24時間、1日後にはあったかい食事が振る舞われると。イタリアはイタリアはパスタとかステーキが振る舞われるというふうに伺っておりまして。 日本の被災地、それから比べると相当やっぱり見劣りがします。スピア基準も満たしていない。まあ、こんな状況がなんでまだこの29年、阪神・淡路から経ってるのに広がっちゃってるのかと思いますね。まあ,あ、誰を責めるということでもありませんが、あのこのや,はやはりこの避難,避難している方が、 もうね、少なくとも関連死でバタバタと倒れるみたいなことにならないような仕組みの構築が今こそ必要ですし、これはあのー、グローバルホークとかなんとか買ってたり、なんかこう、なんか演習、この5人を呼んで演習を通常通りやったとかって言ってますけど、そんな,なんかわけわかんない政府の対応がなんか聞いてますが、そんなことじゃなくても、ここに集中してできるだけ これ以上人が亡くならない仕組みを構築して行動するべきだと思います。えーまあ、いずれにしても、これは政治が力を発揮するときが今だと思いますので、ぜひみんなで頑張っていこうじゃありませんか。そして私はあの冒頭述べました、今のこの政府のいまのだに原発に頼るとか。 で経済政策、やったふりで、何の経済政策になってない。で、被災地の支援も、なんか今回、本当おかしいですよね。初動からおかしい。自衛隊の人数も全然、なんか、桁が違うぐらいの人数しか派遣してないみたいな、こういう状況に対しては大変疑問に思います。それと、なんか山本太郎さんが <laughs>、あのーえー、なんか、あの、え、なんか、NGO と連携して、 あの被災地に入ったことを非難されるってなな、なんか勘違いしてる方がいるみたいですけど、現場に行かなきゃだめですよ、現場に行かなかったら、その現場の状況、もうそれぞれ違いますからね、想像で動くなんてことになったら、もう本当はあの現,場現場の被災者の方を救うことはでき,、ま、できません。まず現場に行って、その現場をちゃんと捉えて、その現場にフィックス、現場に。 その対応できる、現場が本当に笑顔になることを見つけ出すっていうことを、やっぱりやっていかなきゃいけないんです。そういう意味では、早くに現場に入って、情報をまず得るということをやらなきゃいけないし、現場に入って情報を得て、一緒に行動していく、まあ、その姿勢をやってくれた山本太郎さん、本当にお疲れ様です私は大いに評価をします、えー、です。 で冒頭、あの、お伝えをしました。私は緑の政治を志しています。サステナブルな、持続可能な社会を未来に作る、その政治を志しています。で、今、えー、実は緑の党グリーンズジャパンの、えー、共同代表選挙が行われておりまして、私も立候補をしております。ぜひ皆さん、えー、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。えー、しっかりと、えー、このチャンネルを通じて、 えー、この世の中のなんか変だなということや、あと、あの、なんだろう、えー、本当はこうなってるっていう、私が掴んだことですけどね、本当はこうなっているんじゃないか、いや、本当はこうなってる、基本的には真実を皆さんにお伝えをしたい、真実を分かち合う、そういうチャンネルにしたいと思っております。えー、ということで、えー、今日は、 まあ原発政策、それとまあ原発政策もね、今回の能の登の半島の地震で、あの涼しいって、あれですよ、原発作ろうとしてたとこですからね、でこの志賀町か、志賀町の滋賀原発も、なんかまだこう、あの最近本を書かれた青木さんの、ジャーナリスト青木さんによれば、あの記者会見もまあ限られた人たちにだけやって、 しているらしくて、ま派、あ、手なものはもう youtube でじゃんじゃん公開してほしいんですよね。私たちがみんなチェックできるだって。これ国策ですからね。原発政策って。ら彼らにも情報公開をする責任があると思うし、あのしっかりとこの情報はしっかりと出していただきたいし、間違った情報を訂正したんだったら、訂正したとちゃんとあの youtube などでもきちっとを公開するべきです。 で最後にお伝えしたいのは、あのーまあ、この間ですね、原発の汚染水が処理水だとかということを言ってみたりとか、まあ、安倍政権以降、本当プロパガンダがきつくなっていて、情報を操作して国民をコントロールするということがまかり通ってます。 ぜひ見ていただきたい映画に、妖怪の孫っていう映画があります。これ、監督が <laughs> 命がけで作ったような映画でありまして、えー、いかに今、私たちが騙されてるかっていうことを示していただいたような映画です。えー、ぜひ、この妖怪の孫、えー、今あ、いろいろアマゾンプライムとかいろんなところで配信され、有料配信ですけど、 配信されてますので、ぜひご覧いただきたいと思います。え、今日はこの辺で終わらせていただきます。えー、鶴岡市議会議員の草島真一でした。ありがとうございました。します。